今シーズンはヤクルト戦でホームラン6本、一番ホームランを打っているカードです。7本目になるか。7本目、ヤクルト戦低い弾道、浜風関係なし、佐藤輝明今シーズン第14号同点ソロホームラン、1対1、あっという間にタイガース追いつきました。一番今シーズンホームランを打っている対戦相手ヤクルト戦で7本目のホームラン。いや、鳥谷さん、低い弾道、あっという間にボールはスタンドインでしたね。いや、浜風関係なかったですね。そうですね、はい、14号うち7本がヤクルト戦ですから、半分がヤクルト戦ということになります。そうですね、まあ、当然ね、やっぱ神宮での試合っていうこともね、そうですね、考えるとバッターからすると、まあ、ホームラン出やすいっていうのはあると思いますけど、はいはい、まあ、本当にね、ヤクルトサイドからするとまた同じバッターに打たれるっていうのは、ちょっとね、嫌だと思いますね、はい。あっという間にタイガース同点に追いつきました。1対1、打席は前川、ボールが先行です。先週の日曜日の神宮のこのカードで6回途中100球4安打2失点今シーズンの初勝利をマークしています。これもどうだ、甲子園初アーチになるか。右手を高々と上げた前川右京、今シーズン第4号、そして嬉しい嬉しい甲子園球場での初ホームラン。佐藤輝明、前川、2者連続ホームラン、2対1、逆転。おなじみのコースです。照明も嬉しそう。浜風が吹く甲子園でライトスタンドに佐藤輝明、そして前川右京、2者連続ホームラン。甲子園球場、大きな拍手が沸き起こります。佐藤輝明、前川右京、2者連続ホームランでタイガース逆転に成功しました。